人生すべてが暇つぶし。はい、ゆうすけです。本日ご紹介したい商品はこちらです。エクスペリアイヤーデュオワイヤレスオープンイヤーステレオヘッドセットということで、 XEA20 のゴールド、または XEA20 の N という表現をされているような商品です。で、今回ですね、こちらの商品何がって思うと思うんですけど、まあすごいところが2つあります。まずですね、こちらの絵見ていただくと分かるんですけども、あれ、線がないということで、完全にトゥルーワイヤレスヘッドセットとなっております。さらにもう一つなんですけども、まあ、よく私使っているイヤホンなんかカナル型と言われるものですね。私音をですね、周りから消したいなと思ってしまうタイプなので、さらに、ノイズキャンセリングなんかをですね、組み合わせて、外界の音が聞こえないみたいなものをやりたいんですが、こちら逆です。オープンイヤーステレオヘッドセットということで、外部の音をガンガン取り込みます。はい。なので、このですね、商品のすごい、簡単に言うとですね、こういう何て言うんですかね、周りの音を取り込みながらなんてことで言うと、まあ、スピーカーとか、あとは最近だと、ウェアラブルスピーカーという形ですね。まあ、坊主さんとかが多分出たと思うんですけど、肩にですね、何て言うんですかね、タオルよろしく、こう、ちょっとこう、スピーカーをですね、首にかけてですね、まあ、そこから音声を流して聞くと、いうものなんかもあります。で、見た目がですね、ちょっとあれなのと、まあ、ただ音めちゃくちゃ良かったんですけど、なんていうんですかね、電車じゃ当然使えないじゃないですか。なんで普段使いまずしないんですよね。そうすると使用頻度と値段って形で鑑みたときに、まあ、あまり使わないかなというところで、まあ、じゃあヘッドセットがいいなと。で、さらに言うとですね、最近ですと、まあ、有線とか、まあ私ずっと前から使ってました Bluetooth の、ワイヤレスのヘッドセットで、あとは、今回のようなトゥルーワイヤレスというものの3つあって悩んだんですけども、まあ、よく比較動画とか出るとですね、渋谷のスクランブル交差点でとんでもない人が Bluetooth 使った状態で行き交った時に聞こえるのかみたいなのよくやってるんですけど、まあ、正直、あんまりそんなに、そんなところへ行かないというところで、まあ、私が住んでるようなところで考えたら、まあ、まず問題ないかなというところで買ってみました。はい。で、こちらの方なんですけども、まあ、顔も書かれてますね。エクスペリアイヤーデュオワイヤレスオープンイヤーステレオヘッドセットということで、デュアルリスニングと。周囲の音を聞きながら音楽やコミュニケーションを楽しめると。独自の音道管設計により、耳を塞がない構造ながら音漏れを低減ということで、こちらびっくりしたんですけど、一昨年かな去年かな、片耳でこのモデル出てたらしいんですけど、まあ、その時もちょっと試してみたんですが、ですね、周りの音が引くほど聞こえます。僕ちょっと電車とか乗ると咳払いとか人のこうなんていうか、なんかちょっと喋ってる声とか、あと一番嫌なのが、まあ、これは聞かないでどうするって話なんですけど、車内アナウンスですね。あのあたりがですね、ガンガン入ってきます。なので何かあった場合にはすぐ動けるような感じかなというところです。はい。まあ、ということで、こちらの方はですね、逆に音を取り込みながら音を鳴らすということで、まあ、届いてはいるんですけど、周りにはなるべく聞こえないと。いった設計です。まあ、ただですね、音漏れするんじゃないかなという気はします。この後試してみたいと思います。であと次ですね、左右独立型ワイヤレスと。左右の音が途切れづらい NFMI 採用と書いてありますね。ですからトゥルーワイヤレスで左だけ聞こえるとか、よく右がマスターなんで、
右だけ聞こえるみたいなことよくあるんですけど、まあ、こちらの商品は、まあ、そうならないようになっているというところです。はい。あと次ですね。こちらのXperia持ってる人すごいいいと思うんですけど、欲しい情報はあなたの生活に合わせてお届けということで、Android のアシスタント for Xperia、クローバー、Google アシスタント、iOS、Siri というような書き方をしています。で、iOS だと Siri だとできますよって話なんですけど、まあ、クローバーとか Google アシスタント、まあ、Android 持ってる方は使えたりしてですね、いろんな情報を引き出せるというところです。まあ、ちょっと Siri もそこら辺はね、まあ、ちょっと弱いかなというところです。3回分の充電が可能な充電ケース不足と、急速充電対応という形で、こちらの方もですね、かなり、便利なケースがついております。はい。まあ、ということで、早速ですね、試してみたいと思います。はい。ということで、早速出てまいりました。こちらの方ですね。LR。すごい、フォルムがいいですね。で、大きさなんですけど、私ちょっと手ちっちゃいんで大きく見えますけど、割とですね、手のひらサイズという形で、持ち運びもそんなに苦にならないんじゃないかなと思います。はい。開け方も、まあ、コンパクト開けるような感じですね。パカッて開いてですね。取り出すと、早速電気がつくと、通電するということなので、早速ですね、試してみたいと思います。はい。ちょっととりあえず取ってみますか。ちょっと待ってください。一回しまいます。ちょっとマグネットっぽく感じますけど。携帯。通電してますね。取ってみましょう。ほっ。アザーデバイス。ほっ。もう一個。ほっ。ケースは置いておきましょう。ポンと。で、はい。これとね、LR とかはですね、わかりやすい。まあいいですよね。はい。で、確か、R のですね、ここですかね。このあたりを、こう、キュッと長押し。すると、で、あ、こっちじゃない。あ、もう一回ですね。こっちですかね。えい。出ない。お、光った。来た。XE20 というのが Bluetooth の画面出ますね。選択します。はい。これでテザリング完了です。早速聞いてみます。どうなんですかね。これ今聞こえてるんですかね。僕結構今カメラ近づいてるんですけど、周りの音がめちゃめちゃ聞こえるっていうか、自分の声が聞こえるんで、今こうやって普通に喋っててもあんまり違和感ないですね。はい。今、iPhone 使ってるんですけど、音量、マックスにしてみました。もうこれはちょっともう耳持たないですね。上げすぎ、キンキン、キンキンって音しますね。はい。でも、普通私が聞くような音量で今聞くとこれぐらいなんですけど、音漏れしてますかね。ちょっと、ま、カメラだとあれなんで。近づめてみますけど。はい。今、私は動画、自分の動画を流しながら聞いてたんですけど、両耳外してもですね、別に音途切れません。あ、途切れないというか、切れません。AirPods とかだと耳から外すととかなると感知してですね、自動的に止まったりするんですけど、これじゃそういうことないようです。はい。で、音声聞こえます？これ。どうですかね？聞こえますかね？ちょっと私聞こえないんでわかんないんですけど、結構大きな音でね、流してるんですけど、これボリュームで言うと、だいたい半分ぐらいですね。で、これちょっとマックスにしています。あ、さすがにマックスにすると聞こえますね。
ていうかビリビリするぐらい大きいんで、これ聞いたらめっちゃ耳痛いやつですね。はい。でちょっと半分ぐらいもう一回戻して、どうですかね。あのこれだとまあちょっと僕的にはちょっと音大きいなと思うんですけど、まあ普通の人はどんぐらいで聞いてるんですかね。まあちょっと皆さんどれぐらい聞いてるかわからないので、まあ分かったら教えてほしいんですけど、これで聞こえないですかね。ちょっと耳つけてみますね。うん。結構な音の大きさですね。でも周りの音は聞こえ続けると。いうことで、この商品ですね。あ、なんていうのかな。とやかく言わず一回試してほしいですね。はい。もう結構なお値段するんで、考えようによっちゃちょっと買いじゃないかなっていう人もいると思うんですけど、例えば用途的に、あんまり良くないですけど、まあ街中をですね、周りの音をちゃんと気にしながら、安全に歩きながら聞きたいとか、あとはですね、まあ、あの、何て言うんですかね、没入感ってすごいいいと思うんですけど、あの、周りの音が聞こえなくなってしまうというよりは、周りの喧騒とともに、その中に BGM を乗っけるということで、まあ、ちょっとこう、非日常感をですね、楽しめるとか。あとは、もう、おすすめなのは、その、何て言うんですかね、リスニングなんかいいんじゃないですかね。あの、トイックとかの、まあ、英語のテストとかありますけども、まあ、大学生とか、あとは社会人になってですね、企業に入るためにとかに使ったりとか、自分の研鑽のためにですね、英語学習するための力量を測るためにですね、通常はTOEICというものがあったりしますけど、実際にあの、音声を流しながら周りの音が聞こえるということで、本当の試験会場にいるかのような、環境を作り出せるんじゃないかなと。あの、よくあるのが、すんごい音で聞いて、ヘッドホンで聞いてるんですけど、試験になると周りが、もうなんかカサカサうるさいし、なんか書いてる音はするし、ページめくる音するしみたいな感じで、うるさくて聞こえないみたいな人いるんですけど、なんか結構周りの音ね、テレビとか大音量で流しながら英語を流すといいかなというようなところがあったりしてですね、それをこうできるんじゃないかなというところは期待できるんじゃないかと思います。で、あとはですね、もう本当に、何ですかね、瞬時に日常と、音楽の中というのをこう切り分けられるという、まあ、あの、カクテルパーティー効果というんですかね。あの、人の耳は勝手にですね、自分の聞きたい音を選別して聞いてるみたいなことがありますんで、つけたままであってもそれが実現できるというような製品になっているかと思います。かつ、周りに迷惑をかけないというところです。はい。まあ、ちょっとまたしばらく使ってですね、感想などがあればお伝えしたいと思います。はい。ということで、今回の動画を見て、ソニーの、XEA20 をですね、欲しくなったという方は、チャンネル登録と評価の方をお願いいたします。また、この動画を見てですね、この新しいヘッドホン、あるいはヘッドセット、こういうのがいいんだよと、こういうの見せてくれよみたいなのがあれば、ぜひ、コメントなどいただければと思います。はい、それではまた。